はい、皆さんこんにちは、ギガプロトです。どうですかね、クエスト最近、バラエティオブファイターズ3ですね。こちらどうでしょうかね。このこう EX とか、トライチャレンジ来ましたけども、あんまり芳しくないですよね、このイベント自体が。どうなんでしょうね。先日言ってた、ズキューンとか、残殺処刑とか、そういうね、アタックモリモリにできるマインドとか、そういうのは、一切復刻はしなかったですね。はい。で、ガシャの内容というのが、友情ポイントで引けるガシャはもうなくなってますね。はい。これ、さっきのクエストとかをやって、この専用のチケットを手に入れて、このバラエティガシャを、引こうと。これがボックスガシャですね。はい。で、この中にこのアンジェロ、ヨアンジェロとかね、が入ってると。あとはゴールデンタートルとか、入ってるということなんですが、結構ね、僕も引いてるんですが、なかなか、ヨアンジェロとかはやっぱ、クリティカルマインドを特に、持ってない人とかにはね、特に貴重だと思うんですよね。これはね。はい。運営的にはやっぱこういうのを売りにしてると思うので、なかなか、ボックスの最後の方に入ってるんじゃないかと僕は思ってます。まだこのゴールデンタートルとかヨアンジェルとかはまだ僕は出ていません。だいたいもうどれぐらいやったかな。ボックスの内容確認してみようか。どれぐらい排出されたかな。はい、この見えないけどすごいぞってのは出たけども、あとは予想通りジョセフの血は馴染むで、殺意の名場へとか、あとはレインボートロフィー、レインボーマインド。この辺ですよね。で、ヨー・アンジェロとゴールデンタートル。やっぱりこれらが出てない。やっぱりボックスの最後の方にあるのかなという感じですね、正直。この、だいぶでももう来てるな。だいぶ、あと10円あと20円どうかな。結局、これでポイント稼いで、上級回るしかないんですよね、これ。トライとか、これは一回ポッキリなんで、この報酬がもらえたのはね、このかけらですよね。はい。これ、一回ポッキリなんで、ここ周回してもしょうがないんで、ゼロポイントなんで。結局、上級を周回するしかないんですよね。特攻マインド積んでね。はい。で、こういう、景品と交換する人があるんですが、僕ここまでもう引いたんですよね。あともう、30個このバイテオブ、バラティガシャチケット3の切れ端120個で1枚交換できる、これをもうマックスまで引いて、ようやく、ゴールデンタートルとか、ヨアンジェロとか、僕的にはヨアンジェロは別にそんな用はないんですけど、やっぱゴールデンタートルが欲しいというところで、頑張ってはいるんですが、これってやっぱ、ボックスの絶対最後ら辺に絶対入ってますよね、絶対。最初の方で出た人って相当ラッキーっていうか、出た人いるんですかねって聞きたくなるんですけど、どうなんでしょうね。ゴールデンタートルとか、ヨアンジェロとかっていうのは、やっぱボックスの最後の方ですよね、どう考えても。これは特に、ダイヤモンドコインとか使わないしね。どう考えても最後の方でしょうね。はい。ということで、あんまり今回のイベント芳しくなかったですね、正直。復刻とかはないし、猫草とかももちろん復刻はないしね、全然。今は地道に僕は、周回金、回復、自然回復の AP で周回しつつ、この素材のこのブルーストーンとかストーン系ですね。このストーン系を特に交換しますね。はい、レッドストーンはもうマックスまで交換しましたね。どうですかね、皆さん。結構、あんまり、やっぱ皆さん的にもあんまり芳しくない、あんまり面白くないっていう感じではあるんですかね、やっぱり。僕個人的にもやっぱあんま面白くないっていう感じですね、正直。もうちょっとなんか、やっぱ友情ポイントで引けるガーシャとか、やっぱ来て欲しかったっていうのは正直なところですね。とりあえず特攻マインドを積んで、ここ、ステージ3、
上級のステージさん、ここをまあ周回するしかないという感じです。はい、一回だけ行ってみましょう。もうオートで、究極カーズのパーティーでやってます。僕はオートで行けるんで。はい、でここでまあラッキーポイントというかコインがね、あのステージ2のカーズが落とすんですよね。はい、まあこんな感じで、まあ、とりあえず見ておいて、はい、オートでね。でここでカーズでラッキーポイント、まあラッキーコインというか、今落ちたか微妙に分からなかったなさあどうだ。まあ落ちた場合は僕は大体200個ぐらいかな、コインが。さあ最終ラウンド、はい、はい、クリアですね。さてラッキーポイントは落ちてるんでしょうかね。どうだ、落ちてないね落ちてなかったですね。はい、まあ平均というか、まあ固定ですよね。固定個数はね、ラッキーポイントが落ちなかった時は120個コインがね。で切れ端が確か42個かなですね、僕の場合は。こういう感じであんまり芳しくない。まあこの日替わりクエストは割といいとは思うんですけど、まあこういうパンとかもらえるんでね、いいんですけど、やっぱこのイベント自体がね、まあどうなのかなっていうところは正直否めないですね。はい、で次回っていうかこのイベント中に来る、14日から来る、この、なんだっけ、アリーナですよね、アリーナ。どこだっけ、ここが、このアリーナね、このオートバトル。これもどうかと思うんですよね。アリーナがオートバトルって、CPU が操作する。今の、今、カーズでオート周回してましたけど、あんな感じで通常攻撃とか、普通のスキルしか使わないとかっていう、なんか感じがプンプンしますよね。はい。しかも、AI はドドドモードを使用しませんということなんで、かなりめんどくさい仕様だと思うんですよ、このアリーナは。まあ、普通に今までサクサクとこう、いけて、まあ、同じようなメンツがこう、毎回100以内に入っているっていう、その、まあ、状況を打開したいのかどうなのかなんかわかんないんですけど、まあそういうね、なんかオートバトルで、そのみんな、こう、なんか均衡に戦えみたいな、戦わせろみたいな感じが否めないですよね。結局運営は何がしたいんだっていうところなんですけど、まあ結構めんどくさそうですよね。これ専用の、なんか CPU 専用のチームとか組まないといけないとかね。結構だるそうですよね。これまたね、チームね、組み直すのめんどくさいんですよね、正直。はい。ということで、まあ、今回はこの、今回のバラエティフォーブファイターズ3と、ちょっとアリーナについてね、語ってみました。まあ、正直、あまり、面白くないっていう感じですかね。今回のイベントはね。ちなみにガチャで、特別に降臨ガチャで、川尻ですね。川尻とキラ。降臨ガチャが来てますね。こちらの方は、川尻が好きなんで、まあ、10連ガチャを引くで、メダルが、覚醒メダルが3枚もらえるということで、ツイッターの方でも言いましたけど、最近の最初の10連ですね。10連で川尻が、出たのと、あとはま、メダル、その後30連、まあ、このチケット使ってね、30連したんですけど、川尻は出なかったですね。あと何気に、まあ、レイミさん狙いだったんですけど、レイミさん出なかったということなんですけど、まあ、結果的にまあ、川尻が1個、プラス2になったっていうのと、まあ、あとは、覚醒メダルですね。覚醒メダルがやっぱり、13枚もらえたんで、40円したんでね。で、ログインボーナスで、1枚増えてますね。はい、14枚。ということで、これもらえ、ログインボーナスでもらえるのが多分全部で10枚だと思うので、僕が自力で集めるのが7枚かな。川尻、ほんと強いんで、やっぱベース SP の、
と、まあ、あの、爪が伸びてるだろうってやつが、まあ、特に強いですね。うん、発生1フレなんで、はい。で、まあ、割り込みもできますけど、あれも、割り込みの猶予も発生1フレ、猶予1フレなんでね、相当強いです、あれね。で、猫草バンバン積んでやれば、あの、めちゃくちゃ強いです。あの、アリアンでワンパンされた時もあるんでね、あれ、爪が伸びてるとバーンと、KO とか言ってね、ワンパンされて、ほんと強かったです、あれはね。川地好きなんでね、ほんとに、まあ。というわけで、まあ、1年ね、ちょっと変わってみました。ちょっと脱線しましたけど、皆さんどうですかね。ちょっとやっぱ微妙っていう感じがあるんですかね、今回のイベントはね。個人的にも微妙でございます。はい。で、降臨の、まあ、キラーとかもね、キラー持ってないんで、まあ、引いてもいいかなと思ったんですけど、こっちではメダルがもらえないんですよね。はい。あ、これ、ここの、あ、こっちはもらえるのか。メダル、こっちはもらえるんですね。うん。こっちはもらえるということなんで、まあ、キラー好きには、まあ、いいんじゃないかなと思うんですが、僕は、やっぱり、どうしても、川尻が好きなんで、まあ、ジョジョ自体がね、もうキャラゲー、キャラ愛が全てみたいなところあるんで、やっぱ川尻、僕的には川尻かなーっていう感じですね。はい。ということで、まあ、ちょっとね、長々となってしまいましたが、ちょっと、今回のイベントちょっと微妙ですね、ということを、まあ、伝えたかったというか、感じでございます。はい。皆さんは、まあ、どう思われてるかちょっとわかんないですけど、僕的にはちょっと微妙っていう感じは否めないですね。はい。そして、まあ、次回、来る、14日から来るアリーナっていうのもオートバトルというところで、正直どうなのという感じをね、まあ、語ってみたという感じでございます。はい。ということで、まあ、今回はね、あんまり面白い動画ではなかったですけど、まあ、この辺で終了したいと思います。ありがとうございました。